どうも、キスケです。今回は指導ククール使っていこうと思います。まあ何やらね、今環境で強いと言われているピサロであったりとかトルネコであったりとか、まあその辺のデッキに勝ち切れる、デッキみたいなんで非常に楽しみですよね。はい、すごい、まあ楽しそうなデッキなんで、まあよければ最後までお付き合いください。ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それではランクマッチやっていきましょう。さあ、マッチングしました。先行引いてピサロですね。やっていきましょう。ブラストアローは返しちゃうか。あ、いいんじゃないですか。俺のターンだ。悪くないですよ。はい、あれエンド。何にするか。はい、まあもうレベルガンガン上げちゃいますかね。さあ行こうか。まあ指導ククールがね、ピサロに勝ちやすいっていうのは聞いてるんで、楽しみなんだよな。ボクショー。やった。まあ、これテンション上げてから指導を打たないと洞窟がぶち壊されてしまうから。はい、俺のターンだ。ええんじゃないですか。はい、まあ牧場はまだいいっすよね。これはね、もうとりあえず指導ククールの場合、耐えて耐えて倒す耐えて耐えて指導を回すっていう感じやから。ラプソン、うん、強くね。幸せ。できればなあ、れで使いたかったんやけどね。指導のレベル3になってから使いたかったけど、ちょっとこれ使わざるを得ない。時間の問題なのかな。を殴る前に闇への供物。なるほど。そうないと。ここやったらね、ここで魔法の聖水使って指導を出してみたいな感じで動けるんやけど、まあまあまあそれが許されないんでね、今のところね。どうするよどうする、どうしようかな。うん、いやー、ダメージ与えとくか。はい、プルプルプル。エンド。癒しの波動。私のターンだ。まあでもテンペラーソードあるんで、テンションはまあ多分回るとは思うんですけど、とりあえずレベル3に入れないことには始まらないというか。ブラッドハンドブラッドバウンドを出してくんの、すごいね。さあ、これでレベル3。まあこっからよ。さあ、アンデッドガーデンがもうギューンすごいことになってるよ。ソードイド全然構わない。俺のターンだ。ブラストアロー、どうしよっかな。テンペラーソード、
テンションアップぶつける、あと3点ダメージ。はい、これでまあ指導の切り裂きでダメージが通りますね。はい、ポスでテンション上げとくかね。大神官の名にかけて成敗いたします。次でいいか。変動。転職をご希望ですか。はい。グレンの下級。悪くない。じゃあ。さあお相手ももうそろそろ踏破の時間がやってまいりましたね。二枚目のアンデッドガーデン。ヌーデビル。ヌーデビル。お役に立てず申し訳ありません。行こうか。行こうか。じゃあどうしようかな。そろそろ倒しとく？いや、テンション上げたら踏破できるから、ちょっと一回踏破してみよう。はい。踏破。うん、倒せるね。はい。パンチ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 。ちょっと応援もったいないな。いやまあ使うか、使ってまあ別にいいでしょこれで。別にいいやろこれ、はい、でまた次のターンすぐに、指導が打てると。アイエンド指導ずっと残ってんの強くねこれ。おいぐる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 回っとるよ今のところ。ソード移動粘りよるな。俺のターンだ。めちゃくちゃ粘るね。あおフェイス強くね。フェイスもう指導いっか。もう指導いいわ。はい、もういらない。君はもういらない子。はい、ぶっ壊すんだ新しい世界のために。で剣で取って、はい、テンションも上がる。強いよ今のところ。いい感じよ。さあ踏破。ちょっと怖えな、でも。ちょっと怖いな。大丈夫かな。まあでも次のターンもまだいけるし、まあ大型ユニット出てきた時のために、このチビたちは残しといて。いいよ。指導めちゃくちゃ火力が上がってるよ。さあ、お相手、踏破、アンデッドガーデン。MP は15。鬼ムカデ。あまり重たいユニットは入ってないか。ただアイテムなんかソードイドとかでね、結構回復も積んでるから、わりかし指導ククールを見てるのかもしれない。さあ山さんのオロチ、どえらいことになるんじゃこれ。12点、やばいでしょ12点は。さすがにブラックベジータ。テンションアップ、はい、はい、もう攻めるよ俺は。ガンガン攻めていくよ。ストン。あーいいね。いいね。あーどうしようか。でこれでまた次のターン、打てると7点ダメージ。これは強い。7プラス2点でリーサルも見えてるね。悪くない。
ゼルドなのか。キシューン。メラゴースト。ウォール張られても、多分勝てんじゃね？回復なければ。うん。ブラストアローで満ち明けて、テンションアップ7点、2点ダメージで勝ちと。OK。あ、違う。ブラストアローの時点で勝ちか。はい。よし。いや、強え。強い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 。よーし、踏破してもお構いなし、強い。対戦ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。今回はシドーククール使ってみたんですけど、どうでしたかね。まあ非常に強かったですね。非常に強かった。まあやっぱりテンション上げる手段がめちゃくちゃ多いっていうのと、シドーのレベル3の組み合わせがめちゃくちゃ強いで、こっちはね、もうそれまで耐えてればいいんで、フェイスボールとかブラックベジターとかで相手の盤面蹴散らしたりとかして、ブラストアローとかでね、まあ、ロンダルキアも強いですよね。この辺で蹴散らして、で、指導で削っていく。うん、そういう感じで立ち回れるんで、もうめちゃくちゃ強かったんじゃないかなって思いますね。まあだからピサローが嫌だとか、まあ、トルネコにもいけるんじゃないですか、これだと。トルネコが嫌だとか、まあそういう人は、使ってみる価値があるデッキなんじゃないかなと思います。ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それではよき、ドラゴンクエストライフをバイバイ。The bay while you're alone.